成績いかがでしょうか。君は常に勉強する割合に成績が良くないな。あ、そうですか。あ、先生おはようございます。僕の成績はいかがでしょうか。君はまた勉強しない割合に成績がいいな。満点以上だよ。そうですか。満点以上。そうでしょう。そうだろうと思ったよ。うわー、聞いたが嬉しいな。ほら満点以上の成績だよ。君たちはブラブラ遊ぶとき、僕は怠けずに毎晩ペントに真面目に勉強だから、普段が肝心なんだよ。試験間際の一夜漬け、できない頭の無理をすりゃ書いた論文はゼロのゼロだ。寿司の一丁ぐらい握れんて。お前大学行って何か寿司の一丁ぐらい握り方教えなんだか。学校で生の教えしないよ。お父さん教えしないと、お前高い高い月謝払うて、お前何だろうと言って。あかん、出てみ。なんかお客さん出せるか。天外をやってことお客さんも心持ちを食べはねんで。こう以外のこう以外のこう、こう3回ほどこう押さえて、でこう以外のこういて、でこう出してごらん。お客様も一緒に七分ずつでも食べる気になるやん。うまいもんだな。うまいもの、お前みたいにしたらむちゃくちゃやな。簡単に握っちゃうんだね。いい格好だな、しまたスーッとこう、しかしなったね。お父さんはこう生まれつきお寿司屋向きにこうパーンと生まれてきたんだな、初めから。生まれてきたんだよ。わしは自慢やないけど、日本広しといえどやね、わしの右に出る握り寿司屋はないちゅうねんで。そうだな、ほんまに。そうだね。褒めてんねん、あれへんから。しかしね、このうちやっぱりお父さんに任せるよ。お寿司屋向きだから、お父さん。何を言うと、お前が勉強して逃げて、お前がこの後やらなきゃいけねえよ。一つ逃げんもう一つ。だから、僕も食わない。逃げならあかんねん。残念ながら卒業しちゃったよ。おめでとう。じゃあ記念に兄さんに握っていただくわ。いや、僕はまだダメですよ。何をごどごどしとんねん。もうよくくっついちゃったもんだな。何やってお父さん、これくっついちゃったもんだな。何をしとんねん、お前。あっ、すっかりだ、ほんまに。しちゃほんまに。ただ見てまいれ。しゃれ。何させやがしょ。おじさんじゃダメ。兄さんに握ってもらうのよ。あきまきまき。あら、まだ見慣れてて、荷物行くめんね。それそれそれ。この見慣れてのうちが食べたいのよ。食べたいのよ、私も。かりかり。はい。そうでしょ、そうだと思った。さあさあさあ、お父さん、持てて水をまいて。さあって水をまいて、伊勢よくさあって水をまいてらっしゃい。やっしゃい。さあ、何行きましょう、何行きましょう。私、筆一丁。私、片思い。あたしから一丁。この暗号はさっぱり。
ぱり通じないね、僕には。お父さん、助け船、とても通じない、僕には。君、分からへんの。水だけ、水を。水を。はい。もしもし、はい、さようでございます。島田美少女さん3人前。はい、かしこまりました。毎度ありがとうございます。こんにちは。ごめんください。失礼します。なんだ、タケちゃんかい。お寿司屋されてたら玄関から入ってくるとおかしいと思ったよ。あら、ハンテンなんか着込んじゃってさ、すっかり痛いついてるじゃないの。学校でかかったね。おめでとう。さあ、みんな、学士様出前のお寿司だよ。味わって食べなよ。いい男ね。だけどね、タケちゃん、こんにちは、ごめんくださいまして、寿司屋さんらしくないわね。もっと寿司屋、寿司屋らしく一緒によくやらなきゃダメじゃないの。ちわー、寿司屋でございー、マイダリーってこうさ、一緒によくやらなきゃダメよ。どうもすいません。あ、ちょうどいいわ。ちょっとそこは今見たらやってごらんよ。ん、え、僕やるんですか。うん、ちょっとやってごらん。だけどね、おばさん、僕どうもこのお寿司やってやつはどうぞ、僕生まれつきこの寿司屋賞に合わないんだ。ああ、そうだろうね、学士様でも無理ないよ。だけどさ、そんなこと言ってられないよ。寿司屋の一人息子じゃないか。ねえ、ちょっとやってごらん、おかもち持って。ありがとう、勉強だよ。やってごらん、やってごらん。ほら、いや、勘弁してくださいよ。もう持ってきたらいいでしょ。もうなこと言ったらいつまでたったってうまくならしないよ。ちょうどいいからやってごらんよ。ちょっとさ、あんきゃなんじゃない、今みたいにやるやつ。やってごらん。みんな見てじゃん、決まりが悪いやん。恥ずかしいなんて言ってたらしょうがないじゃないか。さあ、元気出しやったから。ほら、入ってきた。ほら。じゃあ、一遍だけですよ。はい、ほら、ほら。入ってきた、元気を出して。さあ、じゃあ、前田で、寿司屋でございます。なんだよ、お前。何も私がこうやったら、それ真似してさっていいんだよ。あのね、俺はまずいよ、寿司屋の出前なんてもなね。例えばだね、しょうがないことしゃばってきて、あっち行っとけ。おい、やったからいいよ。お前さん、もう勘弁してくれ。僕ももううちに帰んなきゃ怒られるんだよ。わけはないじゃないか。ちょっとほら、一緒にやったらほら、もう一回。こんばんは。こんばんはっていう寿司屋ないよ。じゃ、もう一回。おじさん、ちょっとやってみてください。ほらね、そんなこっちゃダメだから。お願いします。おわしが一つやってみてやろ。さあ、もう一回やるんで。いいよ。僕ダメだよ。いいからやってもらえよ。さあ、元気を出して。学校の試験よりが難しいな、全然。今度しっかり。こんにちは、お寿司屋ですけど、来ましたから。お寿司お寿司屋のうち、うんとお寿司あるから食べてくれ。僕気に入らない、お前がみんな辛かったよ、お前と。いやー、からかわれて。え、寿司屋のしがりが寿司屋嫌いなんて言うずらいずに、そんな料金やから、よそ様のお方に流されんな。若い者は少しは世間を歩いて、他人さんのご飯を食べなくちゃ一人前にならないから、小僧にでも出したらどうだって近所の人たちはそう言ってくれるんだけどね。じゃあ世間を歩いて人様のご飯食べてくれるんですね。さあ、それなんだよ。お父っつぁんにしろ私にしろ、一人息子のお前を手放したくはないんだよね。だからそこのとこ考えておくれよ。ぐずぐず言わんと寿司やれ。嫌ですよ。僕はね、事業家になりたいんです。何、事業家。ええ、おやろ、何のためにお前を今まで育てたと思っとる。お父っつぁんのおかんなり一生懸命で育てたわ。やっぱり寿司屋をとやらそうと思えばことやねん。親子、お前のようなやつは親でもない子でもないわ。感動したから出ていけ。さっさと出ていけ。出ていかんな。よし、うち来てもらった。お前さん、何すんだよ。あら、ちょっとお前さん。ほっとけ。お前が甘い。甘すぎんねん。親を舐めてくさんねん。怪我でもしたら大変じゃないか、お前さん。たら、およしったらさ。もう、そんならか。いや、もうあいつはもう二枚におろして刺身引いて食ってしまうねん。魚みたいに言わない。親をバカにしてくさんねん。じゃあ、お父さん、お母さん、僕は世間を歩いて人様のご飯を食べてきます。
そして一人前の事業家になるまではもう二度とお目にかかりません。さよなら。世話人募集、恋の良い方を望む応募旅行会。これだな、親父が言ったな。よし、これだ。それでな、わしの留守中に竹雄が帰ってきたら、お父っつぁんも怒ってんさか言うて、お前さん言うたって。じゃあ体に気をつけてね。で家のことお前みんな頼むで。ああ大丈夫だよ、なんか忘れ物ないだろうね。忘れ物、あ、手ぬぐいや。ああ、手ぬぐい手ぬぐい。手ぬぐい持っていかな、もう便利なわけかな。ねえお前さ、これ順面だからね、忘れてきちゃダメだよ。これ食べ、あれ、あれ、あ、そう、
君、おい、ちょっと君は僕の布団じゃない、君から。おい、君、おい、起きてくれ、僕の布団じゃない、君は。僕は君、布団ないじゃない、君、困るよ、君、おい、おい、寒いよ、おい、君、話しろ。こんなこと言っちゃうんで、稼いじゃない、君は、僕は君に、あれあれ、おい、君、ちょっと、ウエスター、交通で君、何も取らなさっていない、お布団、おい、君、おい、おい、君、こっち、おい。あっちゃん、やめちゃなんて言いました、勝手に。寝るのいないよ、君だ。おやすみなさい。案内係さん。何ですか？すんねえけど、ご婦人はどの辺ですか？便所はね、そこ出て突き当たりですよ。行ってらっしゃい。私、わからんので、あんたは知ってなんのやったら教えておくねえな。連れてってもねえな。
連れてってくれってあんた商売やさけ連れてってもないな。商売ってあんたいい年して子供じゃあるまいし一人で行ってらっしゃるよあんた。あやもんしゃあないから連れてってもないな。じゃあ何さんてもうなぜかなもう来たりしたいな実際に。よくしょ牧場まで案内するとは思わなかったよ、ほんとに。あ、ちょっと水をかけてんか。水ってあんた、水ぐらい自分のことかけなさい、あんた。あんな水臭いこと言わんと、あんた商売やねんかいな。商売って、新職の悩みまん。こうなっちゃったな、案内になんかなるんじゃなかったよ、ほんとに。やめろって言ってきたんですかね。何太鼓をやめ、隣で遊び回ってる連中かい、何言うとんねん。なんでやめんならこっちは新人の太鼓やねん。その時局脇面と遊び回ってる人間に行くと動かんじゃん。ところがね座り込んじゃって動かないんですよ。動か、お前行きなよ。よしわしが行かした。何がために太鼓やめんな。それが皆さんが騒々しくてこの寝られないっていう寝られお、しょうがない太鼓やねえか。お父さん。お、何やねお前こんなとこへ来て。実はお父さん僕ね、お父さんとお母さんに約束した通りね、世間を歩いて人様のご飯を食べてるわけなんですよ。そうか。お父さん言うたようにやっぱり人様のご飯食べてきたか。そうなんです。さすが松月のせがれや。で商売何やっとんね。今僕旅行会のね案内人やってんです。何？旅行会？そんな最前から太鼓やめ言うてんのはお前との連中やな。何のために太鼓やめんな。僕世話人なんですよ。世話人、そのままやめてまい。どの関係が言うたか知らんけど、よりによってまたせがれにこんなこと言うておこうって。よし俺行ってもだ。働くというもな楽しいもんだい。朝から晩まで働きゃ腹減る外米も美味しく食べられよく眠る楽しいこの夜だよ。おまけにこのワイフ自慢するのじゃないが皆さん聞いてもください。ママも炊いたり熱仕事話しましょうか。こんこ松の木陰に松の籠よりこんこまやかに。お、いらっしゃい。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 いや、お前がやな。ほんまに帰るなとは何じゃ。お客せんやんじ。やすに言うな。金払ったらしまいやねん。また叩かれてたまるかいな。帰んにゃ。少しねえっちゃな。お父さん、まあよくいらっしゃい。こんにちは。いらっしゃい、お父さん。あ、おかえりなさい。どうぞ。何あげましょうか。上等の握ってるか。はい。
結納金だっつって病気のお父さんに送ったっていうわけなんだね。そうなの。芸者になったお患者と言ってやったら、お父さんの病気余計ひどくなると思う。親に心配かけたくないって気持ちはわかるけどさ、つまんないこと言っちゃったもんだね。ねえお医者さん、助けて、なんとかならない？なんとかってどうするのよ。姉さんにお婿さんもらって。冗談じゃないよ、犬や猫じゃあるまいしさ、お婿さん行ってあがりってわけにいきゃしないよ。姉さんのお父さん今日田舎から来るのよ。え、出てくんのかい。困ったことになっちゃったね。それで嘘にでもお父さんたちのっても結婚式しなきゃしょうがないじゃないか。それで困ってるの。何、臨時でいいのよ、お医者さん。臨時？そんな特化品ちょっくらちょっとあらしないよ。わしならどんなもんじゃろうね。うるさいね、引っ込んどいてよ。はいはい。ねえ、花湯さんの親孝行に一口乗ってちょうだね。お師匠さん江戸っ子でしょ。今日は前田屋と松寿司です。お皿いただきました。そんなものないよ。ないってさ、昨日持ってきたんだね。そばのお皿ありませんか。ないよ。あ、そう。残念やな。どうもお皿がもうちょいちょいなくなると思ったらいいっすよ。嫌になっちゃな。あのねおさん、猫まで持っていかれちゃったらわしゃかなわんよ、お前。来年はそれでも、わしゃ入り巻きにしようと思っとるんだがね。あら、たけちゃん、ちょうどいいとこ来てたのね。今、あんたのとこ行こうと思ったところなんだよ。何？ちょっと待ちなさいよ。ちょっと理想人だよ、まだ。いいから、ちょっと話があるんだよ。じゃあ、またまたなんかからかわってんだろ、まだ。違う違う、真面目な話、ちょっと待ちなさい、いいから。すまないけど、お婿さんになってくれない？お婿さん？うん。あんたはまさん、言ってくれよ。僕はまだこの間、実演やったばっかりじゃないか。それだからさ、お前さんに白羽の矢を立てたんじゃないか。あんなつまらんの立てるなよ。やがら答えればまたなんかからかるんだろ。いいじゃないか、何もさ、あのお婿さんだって嘘のお婿さんなんだよ。臨時のお婿さんなんだよね。結婚式の真似事さえすりゃいいんだからさ、やっておくれよ。で、誰がなんの？ん？この子がなるんだよ。なんだよ、冗談じゃないよ、おばさん。なんだよ、うちだって冗談じゃないんだよ。この子の親孝行のためなんだからさ、やっておくれよ、ね。親孝行？うん、まあ、詳しいことは後で話すからね、やっておくれよね。だけど、おや、おばさんどこ行くの？あ、ちょっと行ってきますわ。どこ行ってくんのよ。あの、図書館へ。ちょっと図書館？あ、何しに行ってくんの？あのね、天然痘の研究にね。な、何持ってるそれ。お弁当だ。ちょっと貸してごらん。え、ちょっと貸してごらんよ。うん。何持ってんだよ。あら、まあお金の、まあ高い折にこんなにたくさん持って食べる。うん、いや、僕たくさんだよ。いい食べなさいよ。いや、たくさんでいいよ。まあまあ、食べない。かなわんねえ、これは。じゃあ、行っといで。はい。じゃあ、これは食べて元気を出して承知しておくれよ。ね、ねえ、お兄さんお願いするわ。やってくださいよね。お願いするわ。ね。兄さん江戸っ子でしょ。え、ああ、俺江戸っ子だよ。うん、全然もう江戸の。そうか。するわね。よし、引き受けた。あ、そうか。江戸っ子だよ。ああ、来るぞ。たけちゃんさん引き受けてくれよね。それ食べなさいよ。わがりよ。おばさん。いいから遠慮しないで、わがりよ。ないんだよ、うん、いいから食べなよ。ごちそうさまです。箱食べ。そう、いた。では早く食べよ。どうだ、うん、え、いい味だろ。うん、ほら、召し上がりなさいよ、うん、いただきましょう。どんどん食べたんだ、うん、遠慮するんじゃないよ、さ、どんどん食べなさいよ、大きいんだからさ。え、どうしたの？え、うん、いい味だろ。うまいだろ。いい味だね。まあそうだね。そんなに美味しい？とてもうまい。じゃあもっとあんなさいよ。うまいだろ。そんなうまそうな顔したこと分かったり、あの、そ
いや、それが事情になるんじゃないか。いいんだよ、カツオの出汁だよ。二人やつを食べたいよ。うまいだろ。うちの、いいですね。うちの餌元気を出しなさいよ。食べなさいよ、元気を出してね。握ったやつね。うまいだろ。え、どう、味は。うまいだろ。あまり長く考えとるんだったら、俺はちょっと火事見に行ってくれよ。どんなもんない。そうだ、トラさんに頼んだらどう？上手いいじゃないの。そうだ、ちょっとトラさん、ちょっと
といい。うちの旦那になっておくれよ。わけないんだ、ただじっと座ってはいいんだからさ。あ、パンと一番の引き出しからね、旦那のもんつき出してやってくれ。いいんだよ、うんうん、ただじっと座ってはいいんだ、すぐ済むんだから、すぐ済むんだよ。ねえ、綾子、お父さんだのお母さん遅いね。何してんだろうな。お前、向かいに行ってこないか。ええ、でお前ついでにお風呂入ってて、お前もね、行ってて。じゃあ行ってきます。あ、行ってて、ゆっくり行ってて、な、ゆっくり長くね、あ、残せるくらい入ってて。あ、ちょっとここのうちに何度会ったのですか。お葬式とかなんとか。冗談ですよ、お嫁入りですよ。ここのうちにお嫁入り。そうですよ。おでもわしに一人お嫁あるのに、そんなにわしゃいらんがねえから。あのね、うん、この方がね、うん、この方のね、お連れ合いなんだよ。そのつまりね、亭主なんだよ。そうしますと、あなた様の旦那さんだ。その、私の、つまり、亭主なんですよ。あ、どうもどうも、はじめまして。はじめまして。おい、わしは一体どうなるんやろ。わ、あのね、ちょ、何をお前、わけはあると話すから、ちょっと、なんか入ってたもんね。この人ね、ちょっとね、服がね、おかしいんですよ。あのね、いや、気にすることないんですよ、ちょっとおかしいんですから。おっとたるわ。ほら、事情をね、ちょっとごめんなさい。あのね、事情を話してもらえばね、わしも分からんことがないと。お前ね、先日こんな戦況や。ちょっとお茶飲まして、これ式が始まってからね、私が手を2つポンポンと鳴らしたらね、高さが良かった。間違えて裏かけるんじゃないよ。大丈夫、高さが良かった。綺麗だ。もしもし。あ、こんばんは。あ、綺麗だね。お兄さん、すいません。わしゃ、カナワンですよ、これ。泣かなくたっていいじゃないか。泣くことないよ。泣きそうな俺のことやって。さあ、お嫁さん、席ついて、席ついて。さあさあ、嫌なこと引き受けちゃったね。お父さん、お母さんによく見せてあげなさいよ。ね、なかなか立派じゃの。お前もなかなか幸せじゃ。まあ、本当に、いろいろお世話様でございます。いいえ、どういたしまして。これもまあ、村の鎮守様のおかげじゃ。ありがたいもんじゃ。金ちゃん、手になったりしてください。
かわいい水間綾子が待っている。もしもこのことを知れたなら僕の好みは僕はあの、ご浮上。え？ご浮上。すみません。お、おかえり。あんた、さっきからここにいたの？ん？ずっとここにいたさ、仕事してたんだよ。不思議ね。何が不思議なんだよ。おかしいわ。もうおかしいことあんのか？だいぶ進んだね、こら。
これぞ免状の東京都の思い祝言も落ち着いて世間の鬼頃もどうすこいのにも徳もおはらいおみんな一つ元気で陽気で頼むぜ、ほれ。ラタリルララタ、ほら元気で始まりだ。ほらみんなで歌おうよ、楽しい僕らのリズム。ラタリルララタ、あギターをかき鳴らし、あっちから手間かけた新しい僕らのリズム。ラタリルラ、瞬間シュートをいつも歌い踊る僕ら、ジャズルミルクブラザーズ。あギターをかき鳴らし、あたらしい僕らのリズム、たたりだた。待て暮らせど、お主と。酔い町草の、やるせ。はい。
儚い夢よ、これが浮世じゃねえ。諦めしゃんせ。こんばんは。お二階さん。こんばんは。あやこさん。温泉が出た以上はね、もうこれで温泉の宿かなんかバーッと
立てちゃうんだな。ケチな寿司屋商売なんか今日からさらっとやめちゃうんだよ。もう先にお父さんこう背広かなんかさって違ってね、こう社長ってとこだな。で僕はこの専務の取締役、お母さん常務委員長じゃないか。ほんで綾子はね旅客課長だ。君たちも機械なんかね、もういいんだ、もうほっといて、うん、ここちょっとほってくれほってくれと。どうしようどうしよう。うまいな。実際東京の人口は600万として1人頭20セント取って2に2に3に3でそろばんで計算してみよう。すごいことになってるから。おんせすごい、もう興奮のロッパだね、この野郎と。そろばんと待てよ、20銭の600万倍と、20銭の600万倍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 、なくなっちゃって、数がしきれねえや。すごいな、ものすごいね、実は考えただけでも、どうだいと、なんだり。興奮のロッパだ。お父さん、お小遣いだか、お小遣い欲しくないか、いくらでもやろう、遠慮すんねえよ、って、実は親子の間からで、ってね、大丈夫だよ。もう嬉しくてたまらないんだもん、興奮のロッパだよ、実は。ねえ、こういうことしてる、お父さん。親孝行した一味に親が小さくて、死に布団がつけらず、昔のことは、うまいこと言ったねえ。お母さん、もう仕事なんかやめねえよ、って、焦らないのびる、お母さんは。土の丸めを売ってたね、買ったのか。三つの四つを買ったんで、あ、これは何欲しい。日本の着物、たまに洋装もいいもんだな。聞いてないか、それとも人権か、それとも順面のがいいだろう。あ、手が寂しいな、ルビー、ダイヤモンド、買ったろ。心配することない、みんな買ったな。あ、お父さん、遠慮するね。何が欲しい、言っとくのも構わないから、言っとくなんて言うんだよ。あ、そうだ、仏壇がいいね、仏壇。あ、もう先やないんだな。仏壇、ごめんなさい、金ぴからさーっとすごい仏壇買ったやろ。よろしいよろしい。東京デパート、もしもし、東京デパート。あ、こちら松寿司、全部持ってきてくれ。ジュレッタな、トラックの車持ってくんだよ、みんな。仏壇とダイヤモンド、ザルに一杯とね。それから、ちょっと待って、お父さん、どこ行くんだよ、お父さん。風呂へ？だお金だって他人の風呂行かなくたっていいじゃないか。もううちの温泉にわーっと入れるよ、心配しなくたって。あ、もしもし、聞こえたか分かってんのか。そうだよ、ダイヤモンド、ザル一杯持ってくればいいんだよ、ジュレッタな、ほんとに。おやなんと言って泣いた。これワン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 。意地悪じいさんじゃないけれど、何が出るか。とにかくそれ。みんな機械に取られてしまったし、わしはもう用ないわ。おいては子に従えてるから仕方がない。
25,000。前田社長です。えらいことになりましたね。もうちょいちょい食べてやられませんよ。いやもう本当にお気の毒でございます。大事の私が世界を大学やったんがこれになりました。寿司屋のせがれるはもう学問なんか禁物ですわ。お父さん、これちょっとお願いします。わしに何の無理してんねん。わしもあかんわ。手前文字になってきます。発明大発明科学万能思ったが科学でできないものがあるよ。それがすなわちお寿司です。やっぱりお寿司は握るに限るね。残念ながら機械じゃできません、できません。余計なコートでこの頭使うのやめて、人間はやっぱりまともに稼ぐこと、それが一番大事です。親に孝行、夫婦は仲良く、運命を増やすよ。子だから貯金じゃ国策じゃ国策だ。